はい、こんにちは、ザ・ヒデです。今日はトリトゥープロスノーピークのを設営していきます。一人でね、本当はちょっと二人ぐらいで設営した方が超簡単なんだけど、一人で設営していきます。じゃあ始めます。まずリッチボールをよいしょつけていきます。もうスノーピークのテントはね、色でもう分かる感じなんでね、青青なんで、青青でここで入れます。これがね、多分真ん中になるはずなんですね。で、一番大変なのが A フレームですね。これがそうなんだけど、どれだ、ここのちょっとくの字の、これが中央になるので、これがこう入りますね。なので、その A フレームをまず入れていきます。入れたらですね、このリッチボールに入れなきゃいけないですね。これつけたままやると入りにくいんで、取ってやった方がいいですよ。で、これつけます。よいしょ、 OK。 で、一番大変なのがね、これ立ち上げる時なんですよね。よいしょ。赤ありますよね、この赤。これが多分ね、色、もうスノーピーク分かりやすいからね、これがこのポールの赤、これ赤ですね。この中に入れればいいんですよね。いいんだけど、結構硬いんだよね。よし。で、赤を探す。
よいしょ、ほら、確かね、入り口を開けといた方が楽ちんだったような気がします。開けときましょう。これがね、硬いんですよ。しきましょう。いや、入りました。はい、ちょっと微調整しましょうね。向こう側ですね。これね、センターフレームですね。よいしょ、センターフレーム、ここで、要はここです。ここにつけるんだけど、これを忘れずに入れてくださいね。これ入れて、センターフレームを入れて、なぜ先に入れちゃうかっていうと、2人でやるときはね、これを立ち上げてくれる人がいれば楽なんだけど、いないんでね。本当は一番これは A フレームの後に入れるもんなんですけどね、今入れちゃいます。またペグダウンしとけば、あっちから押したときに立ち上げやすいんでね、ペグダウンもしてもいいんですけど、これはね、ちょっとセンターフレームを入れてやってみましょう。よし、ここも同様に、これは開けときましょう。そうするとね、OK、はい、来た、はい、来た。よに一人でやるっていうのは大変ですね。これだな、これだな。よいしょ。OK。できる。はい。できるだけ。よせーの。OK。よし、メインイベントですが、ここが一番大変でした。よいしょ。これさえやったらもうできたのが同然ですよ。 A フレームが一番大変。よいしょ、よし、ここだ。おい、ちょっと待って。はい、よいしょ、ちょっと待って。ああ、いや、うん、 OK、 できました。で、センターフレームを入れましょうね。なんすね、 A フレームができたらもうこのテントは完成です。はい、よいしょ。背が届かないか、大丈夫か。 OK、 よいしょ。 OK、はい、はいはいはい、青ね、青ね、青、よいしょ。 OK、 そし
ただちょっと大体の位置を広げましょうね。はい、A の次はセンター行ったら C フレームです。これだ。これはね、前後に入れていきます。よいしょ。これ黒でしょ。なのでこれ黒、ここを入れていきます。はい、これね、あそこ外側を通るようにね、やっていきましょうね。はい、入れたら今度はここのライン上ですね。はい、黒見つけました。なんせ色でね、簡単ですよね。黒と黒、シールが貼ってあると黒と黒入れて、向こう側も、はい、よいしょ、できるだけ寄せて、このライン上ですね、ライン上のここに、はい、来ましたね。黒、こいつです。こいつをぶち込むと、ぶち込む、はい、ぶち込んだ。はい、来ました。はい、次はですね、フロント。そしたらテントフレームっていうのを入れましょうね。テントフレームは一番後ろにありますね。まあ、インナーテントをね、張る部分にこれをやるんですけどね。はい、この中入れていきます。はい。あ、ラインが赤だから、赤の、簡単ですね。赤のポールを使いましょうということです。テントフレームを入れます。よいしょ。そしたらね、というかこの辺であったね、赤ここにもあるから、ここにぶち込みましょう。そうです、そうです。こうなりたいんですよ。よいしょ。OK。はい。次はね、止めていきましょう。これを。はい、なんかスノーピークの動画を見てたら、二人で立てましょうって言ってましたね。これね、妻が、私もキャンプを行くって言うから、このテントだったら行くって言ったんですよね。このトリックローだったら、それで買ったんですけど、いざ行こうかって言ったら、ちょっと虫が無理っていう話でね、結局ソロです。よいしょ。まあ全然いいんですけどね。よいしょ。いいんですけど、やっぱり夫婦でゆくゆくはキャンプをしたいですよね。でも虫が無理って言われちゃうとね、冬しかないんじゃないですかね。でも妻は寒さが苦手なんでね、どうしようもないです。よいしょ、 OK。 そしたらね、今度こうやって交差してるところあるじゃないですかね、ポールとポールが。ここをね、固定していきます。ここに輪っかがあるんで、輪っかに入れて、これ簡単ですよね。
よいしょ。紙入れて。よいしょ、よいしょと。よし、ペグダウンしましょう。テントウムシですね。いつのテントウムシだろう。あ、なんか汁出てるよ。大丈夫か。なんかえぐい映像になっちゃいましたね。はい、はい、OK。 俺も虫苦手ですね。まあいいや。はい、こんな感じです。あとはガイロープを、ガイラインをやれば完成です。ちょっとね、一人で設営するとちょっと時間かかりますけど、まあ無事にできました。ここね、ベンチレーターあるんですね。ベンチレーション。広いですね。おそらくね、ここ、インナーテントがくっつきます。インナーテント持ってるけど使ったことないですね。はい。こんな感じです、うん、はい、じゃあこれでね、設営終わりました。まあ一人でもまあなんとか設営できるもんです。まあ、ちょっとこれから薪ストーブをねインストールしていきます。じゃあ今日はこれで。ご視聴ありがとうございました。